どうも皆様こんにちは、いやこんばんはかな、刑事チャンネルです。ということでですね、今日もひときわちょっとこう、もう顔がテカってる感じでお送りしていく、刑事チャンネルでございますね。ティッシュ片手に、ティッシュはね必須でしょう。やっぱりね、僕は日本全国でも屈指のオナニストなんで、ティッシュ自体は、常に肌身離さずね箱ティッシュを持っていくと。で、オナニストたるものはやっぱりティッシュにもこだわりたいわけじゃないですか。で、多くの人は鼻セレブとかさ、なんかカシミヤ系のティッシュを使うところ、僕はあえてのちょっと普通に安い硬いやつね、クリネックスもしくはスコッティ。スコッティってさ、あれダメだよね、あのネーミングね。スコッティシコッティシコッティシコッティって聞いてるみたいだからダメなの完全にオナニストの風上にも置けないとティッシュだと。あと何の話してんだと今日はあれだよ、クリスマスイブだよクリスマスイブにこんなおっさんがしこってるだの何なのっていう動画見てるあなたたちって大丈夫ですかというわけでね、今日はね、クリスマスイブだしね、もし万が一寂しくはなくても、なんかちょっと時間を持て余してる人がいたらと思って、そういう人たちのためにその動画を撮ろうかなと思ったわけですよ。これ雑談動画ね、何やってんだ俺はこれやばい、全く意味ないよこれ、ティッシュとか出してるからね。はいね、いやでも今なんだかんだ言ってみんなさ、結構クリスマス予定あるんじゃないの、なんだかんだ言ってね、そのやれ彼女だ、やれ友達だ、やれ犬の散歩だとなんだかんだ忙しいんじゃないのね。犬の散歩はもう無理だよ、無理。もうね、北海道大雪ものすごい、もうね、こんな、うわー、こんなんなるぐらい降ってるからマジで本当に、ちょっとこれハゲてね、テカって、ハゲて大丈夫、まだ、かろうじてセーフライン、ちょっとピントもボケるよね、ピントもボケちゃうね、めっちゃふぶいてるんですよ、北海道ね、これはもうサンタ来れないわ、北海道には少なくともね。というわけで今回のクリスマスはまあ中止だそうですから、皆さんさっさと家に帰ってですね、プレゼントの交換とかも一切なしになりましたから今年は早く家に帰って、玄関の鍵を閉めてですね、アカシアサンタはやってるんでそれ見ましょうね、みんなで一緒になんていうわけにはいかないと思うんですけれどもね。いやまあでもね、お付き合いくださいね、このクリスマスイブだろうが正月だろうが、すこぶる寂しいおじさんに皆さんちょっと付き合ってくれたらいいんじゃないかなと思いますね。とは言ってもね、雑談始めようと思ったけど、特にね雑談することなんか特にないよね。だってもう今ゼロの状態だもんね。テレビとかでさ、なんかトーク番組とかあるじゃない、あれはなんかそのトークのネタがあったりするよね。なんかさっきガーって髪型ガーッやったからちょっとすごいことになってるんだけれども、ああいうテレビとかのはさ、なんかこう特にお題目があるわけじゃない。例えばなんかね、ハガキ来てますとかね、あそれはラジオか、違ってるね、そうラジオみたいなさ、ハガキ来てますとかやればいいんだけどね。僕も以前はね、皆さんからのコメントでコメント来てますみたいなのね、やってたんだけど、今全く機能してないわけだからね。だから好き放題喋らせてもらうっていうのね、この動画の趣旨なわけなんだよね。なんだもう俺も独壇場もうね、猫も泣くわそりゃ猫出す、あー逃げられちゃったよね。こんなわけで子猫ちゃんには逃げられちゃってるわけだから、クリスマスだろうと一人ぼっちなんだけど、いやみんなも行ったろうか、キャバクラに。キャバクラ行ったろうか、もうキャバクラ行ったらもう今あれだわ、今だったらみんなあれだわ、サンタの格好してるわな、このアバズレどもがっつってな、ケツパーン引っ叩いてやるからね、 お父さんとお母さんこれ見たらどう思うだとか言いながらね、おっぱい揉むみたいなねそんなところには刑事チャンネルは行かないよ良い子のみんな安心してね。ということでね、せっかくクリスマスだからね、クリスマスのやっぱり思い出話みたいなのをね、していけたらいいかななんてちょっと思ってはいたんだけど、一
生懸命ね自分の脳内の回路をフル回転させてもクリスマスの思い出が出てこねえ何も出てこない。俺いつも何やってんだろうなクリスマスね。2年ぐらい前はね家で豆食べてたのは覚えてるんだよね。なんかわかんないけど節分の時に食うみたいな豆、それをね一人で食ってたのはなんか覚えてるんだけど、まあ、それ以外な全然思い出せないんですよ。みんなプレゼントとかさあれかな、子供の頃はお父さんお母さんにいっぱいもらうのかなプレゼントだよね。僕もねそういう時期はありましたね。あったんだけど、うるせえなうちの猫本当にね、もうなんかこう餌よこせ的なね合図を、ね、送ってきてる。今動画の時間だから無視、一切無視なんだけども、僕もあのなんだろう、夜寝て目が覚めたら枕元にそのプレゼントがあるみたいな、そういう時期があった、あったか確かに。でもたくさんは思い出せないんですよ。あれもらった、これもらった、これもらった、これもらったって全然思い出せないんですけれども、小学校低学年ぐらいの頃かな、なんか覚えてるのはね、あのファミコンカセットで忍者ジャジャマルくんがね置いてあったのはすごいなんか記憶にありますね。まあ、あのそのゲームをよくやったからっていうのもあるとは思うんですけれどもね。まあ、あのクソゲーですよジャジャマルくんはクソゲーではないみんなやったはずだ、俺と同じぐらいの年代の人たちはね。まあ、まあ、すごいセンスのいいねプレゼントなんじゃないかなと思いますね。まあもし僕が今子供がいたらね、何あげようかな、たまごっちとかたまごっちくれてやるかおらよっつってね、お父さんこんなんじゃなくてなんか 3DS のポケモンサンムーンが欲しいよみたいに言われるんだけど、バカ野郎、たまごっち育ててからだと育ててからにしろと、親父っちにしてこいと、そういう話になってくるんだけれどもね。だからまあサンタさんを信じてたかって言われると、でも信じてはいなかったね。特に信じてた瞬間が僕の人生の中で一時でもあったかって言われたら、そういう時期もなんかあった覚えがないので、まあそのジャジャマルくんをもらった時も多分まあ、あーお父さんありがとうと、そんな感じだったと思いますね。ね、さあ皆さん何あれだよね、今年もらったプレゼントとかぜひコメントに書き込んでね、何もらったよとかね、何にももらってない人はとりあえず何まだいい大丈夫、書き込む、そう大丈夫、別にディスってるわけじゃないぞ、俺も誰にも何ももらわないから、俺も誰にも何ももらわないから、安心して大丈夫だからね。まあそんなねクリスマスの思い出ですよね。まあこの後ね、アカシアサンタっていつやるんだっけ、24日の夜だよね、だ見るから、あでも次の日が早いんだよな、早いんだけれども、まあ見るからちょっとみんなも見ようね、あれそれ見ながら寝ようね。はい、まあそんなわけでね、クリスマスの思い出もろくにないということでね、なんかねトークね、なんかみんなのコメントからね、なんかこうヒントがあればなと思うんだけど、あそうだ、僕の動画よく見てくれてる方って、坂東英二さんがいるんですけど、坂東英二さんがいるんだけれども、坂東さん確かこんなコメントくれてたな、なんか2016年の刑事チャンネル的ゲームオブザイヤーはやらないんですかみたいな。そんなコメントをいただいてたのがあって、すごい、あって思ったんだよね。あって。去年確かやってたんですよ、僕そんなような動画を。ね。今年楽しかったゲームはね、これですよ、なんて。ちょっと待って、猫捕まえた!猫捕まえたー、来たー、猫の動画は、YouTube でも再生数伸びるぞ、それ再生数1、2、100とかね、そんな風に伸びていったらいいんですけどね。まあちょっと猫がうるさいんで、ちょっと抱きかかえたままちょっとトークしていこうかな。ちょっと、僕のトークとか、僕のこのなんか汚い絵面に、顔テカテカの汚い絵面に耐えられない方は、ちょっとこの辺にちょっとの、うちの猫の顔をちょっと出しておくんで、こっちの方を見ておいていただけたらと思います。で、何の話だっけ、その坂東英二さんからの、コメントでね、刑事チャンネル的ゲームオブザイヤーやんないのって言われて、今年全然ゲーム僕やってないんですよね。何やったべ、僕今年ゲーム。ダークソウル3をずっとやってたっていう記憶がありますね。ダークソウル3で、最近だと、コールオブデューティーとファイナルファンタジー15。で、今年の頭ぐらいに確かね、ドラゴンクエストビルダーズと去年からの続きの、
フォールアウト4をやってたっていう感じで、もうどれも中途半端で終わってしまってるよねっていう感じ。ねえ。もっとね、ちゃんとこうゲームをたくさんやる機会がね、もっともっと増えたらね、そういうのもやってもよかったんだけど、と思って、でもかといって、じゃあ今年ね、どんなゲームがやっぱり良かったのかって全く触れないで今年終わるのもちょっとなんかあれだなと思って、なんかまとめサイトを見てたらね、ゲームスポットってみんな知ってます？なんか海外のゲームのメディアで、なんかこう、そこが選ぶ今年の、まあ、ゲーム作品トップ25っていうタイトルをなんか発表してたみたいなんで、まあ、その辺にちょっとね、トークで触れてってみようかなとちょっと思ってます。ちょっと猫が見えない。グリグリ下がりすぎて。ほいほいほい。そんなわけでゲームスポットさんが選ぶ2016年に発売された、まあ、様々な作品の中から選ぶトップ25タイトルの1位がね、俺1位から発表していいのこれ。普通下から徐々にじゃね、いいんね。1位がオーバーウォッチ。ね。まあ、別に、うんって感じだよね。オーバーウォッチはだってさ、まあ、他のところでもなんかゲームオブザイヤー獲得してたもんね。だからまあ、ああ、すごい妥当なゲームだなと。でもね、今年ね、まあ、僕としても一番の失態があるとして、それは何かって言われたら、オーバーウォッチがここまで人気が出るってことに、読めなかったっていうのは、くっそ悔しいなとちょっと思ってますね。ああ、ね、こんなに人気が出るだなんて。いや、ブリザードさんのゲームだから、まあ、それはもちろん売れるだろうし、と思ってたんだけども、来ない人気出るか。FPS のゲームはそれでもバトルフィールドとコールオブデューティーのこの2強でずっと行くと思い込んでいたからね、まさかね、こういうその対戦型 FPS のね、競技性の高いゲームでこんなに盛り上がっちゃうとはね、これは読み切れなかったわ。ね。かといって今から始めるのもちょっとねっていう感じはある。そういう変なプライドいらないんだけれどもね。まあ面白そうだからよ、やってみようかなーなんて思うんだけれども、ね、見たい？皆さん、俺がオーバーウォッチしてギャーギャー騒いでるとこ見たい？なんか要望があったらやってもいいかなと思ってます。はい。で、1位がオーバーウォッチ。2位がね、アンチャーテッド4。アンチャーテッド4もさ、俺アンチャーテッドやったことねえから、一個も、うん、猫逃げられた。アンチャーテッドやったことねえから、なんで俺はこんなに今年を象徴するようなゲーム全然プレイしてねえんだって。ちょっと自問自答しつつ、3位がタイタンフォール2。これもやってねえしさ。ね。いやでもタイタンフォール2はさ、あれだよね。日本でも売り上げ全然売れてなくって、海外でも多分そんなには売れてないんだろうけれども、なのに評価めちゃ高いよね。これはね、タイタンフォール2はひょっとしたら来年にかけて、まあ、ぐんぐんこう人口増えていって、もっと盛り上がっていく可能性ってひょっとしたらあるかなってちょっと思ってますね。うん、そうなってくると、早いうちにやっといた方がいいんじゃないかっていう、そういうのもある。そういうのもありますよね。で、4位がディスオーナード2。ね。で、5位に人食いの大鷲トリコ。はぁ、そうきたか。そうきたか。これ海外のゲームメディアが選ぶトップ25ですからね。その5位に人食いの大鷲トリコが入ってるんだよ。これすごいと思わない？これ何がすごいかっていうと、これね、このトップ25の中に、13位ダークソウル3、21位ファイナルファンタジー15とか入ってるんですけど、日本で作られるゲームって今、俺たちが思ってる以上に海外に矛先を向けて作られてるわけだよね。だけどこの人食いの大鷲トリコはどうからどう見ても和芸なんだよね。いや、そんなことないのかな。海外もかなり意識してんのかな。でも僕としてはやっぱり一目見てこれは日本製のゲームでしょって思うような感じの空気感出てるゲームなわけだから。ね。そういうゲームが海外のゲームメディアからでも高い得点を得てるっていうのはすごいいいことなんじゃないかなって思いますね。日本らしいゲームってどんなものって言われるとちょっと微妙なんだけども、例えばそのテイルズ・オブシリーズとかね。あ、でもどっからどう見てもさ、あ、これ日本のゲームでしょってなるわけじゃないですかね。そういうのがさ、なんかこう、どんどん評価高くなっていくとさ、あ、これ顔明るくなるじゃん。これがいいんじゃない？ね、なんかそういうのってなんかやっぱりちょっと嬉しいですよね。これ僕過去に何回も言ってるけど、僕は日本で作られたゲーム慢性おじさんなんで、やっぱりその方がね、僕としてはね、嬉しいっちゃ嬉しいんですよね。うん。まあね、でも、まあ、なんだろうな。で、6位に Doom。Doom! Doom!
ドゥーン村上少女で、ドゥーンじゃなくて、ドゥームね。ドゥーム。7にバトルフィールド1とかね。まあそんな感じでズズズッとついていってるということです。まあこれ全部読み上げないよ、これ。25個も読み上げたら、もう、僕のもう肺活量がもう大変なことになっちゃうわけだからね。もう肺爆発しちゃうわけだから。そうじゃなくても僕は両膝に爆弾抱えてるの。今にも爆発しそうなの。もう膝の爆弾爆発した瞬間にもう動画撮るのやめるからもう、あーっつって。膝がー俺の膝がーって言ってフェードアウトしていくからスーって。そういう感じだから。そのままもう YouTube もね、いやー、やめてしまう。やめるわけないだろやめるわけないでしょ。僕の一番の今楽しみなわけですからね、YouTube はね。まあそんなわけでね、まあ、そういう感じの今年のね、まあゲームの、まあ、流れになっていたと。国内の発表だと、国内のそのゲームメディアのゲーム良かったね、みたいな賞だと、ドラゴンクエストビルダーズが入ってたりとか、まあそんな感じとかなのかな。ね。まあでもやっぱりね、今年、まあ僕個人的にやっぱりね、なんだかんだ言っても長時間やったダークソウル3がやっぱり抜群に、やっぱり今年最も記憶に残っていて、まあ苦しめられながらもやっぱり楽しんだ、ね、ゲームかなと思ってます。そんな、ケイジチャンネルのダークソウル3の実況動画はこちらから見れます。宣伝すんな宣伝すんな一応貼っとく詳細欄に一応貼っとくか一応貼っとくかやらない。めんどくさい。めんどくさいって言っちゃった。そういうことしない。ゲームで刑事チャンネルからよかったら見てくださいということなんですけれどもね。まあそんなわけでね、皆さん今年は何のゲームを一番よくやったのかなね。あ、でも俺今年結構、ウィッチャー3とかもなんだかんだずっとやってたな。ね。動画撮るのはやめちゃったんだけど、ね。ああいうゲームは動画撮るのに向かないなって、なんかすこぶる思ったね。逆にコールオブデューティーみたいなのはね、ほんとで動画撮るのに適してる。見てても10分ぐらいでサッと見れるし、ね。撮る方も楽だしね。いいことしかない。もう今度からね、来年はもうコットおじさんとして生きていこうかな。コットおじさんとしてね。まあ。とか言いつつ、今はもうすでにやってないんだけど、ファイナルファンタジーに忙しくてね。まあ皆さんよかったら今年も最も熱中したゲームをぜひね、コメント欄に書いていただけるとね、ああ、みんなこんなゲームやってたんだなぁ、なんていうのをなんかちょっと参考になったりしますんでね、ぜひ、聞かせてください。まあというわけでね、まあ短い時間でしたけれども、ちょっとね、だらだらとつまんない雑談をね、続けさせていただきました。皆さん、ね、クリスマスの夜、まだクリスマスは終わってないぞ。今からでも、思っている女の子に、電話をかけて、電話かけようぜみんな、ちょ、何やってんの、好きな人いいんでしょ、ねえ、電話かけてさ、ねえ、もう出なかったらもう泣こう。もうその時は胸貸すから。もう俺の胸で泣け、その時は。ねえ、もう電話かけて、ねえ、プルルル、プルルル、もうドキドキだ、もうドキドキ。で、出るわってガチャって。はい、もしもし。そこで第一声挙動ったらダメだからね。第一声挙動ったらダメだから。もうかっこいい声で、もしもし？あけみちゃん？なんであけみちゃんなのかわかんないけど、絶対挙動ったらダメ。プルルルプルルルはい、もしもし。ダメだな、これ。みんな電話するのやめろ。やめとけ、辛い思いするからやめとけ。というわけで、ケイジチャンネルの雑談動画でした。良いクリスマスを皆さんお過ごしください。あ、みんなで、アカシアサンタ見よう。じゃあね。